皆さん、ここんとこ調子の方は下手になりました。え、話すの下手になりました。ちょっと久しぶりで、栗尾さんどうでした最近は。いや最近なんかちょっと青瀬から活躍見てるでしょ。だ見てますよ、うん、だからもう最近もう PV とかいっぱい上がってますからね。そうね、この夏はたくさん頑張ったということで、うん、今回ご褒美企画ご用意しております。柿本さんお願いします。はい、うん、手ぶらで神楽坂を堪能しろご褒美企画。ご褒美の方が多くないか君たち。確かに。今回の企画なんですけども、うん、神楽坂に来ております。で、ちょっとね、要素がいくつかあるんですよ、うんうん、まず2チームに分かれてもらいます。ほう、はい、で、2つチームに分かれて、神楽坂を街ぶらして食べたいものがあったら食べてもらうんですけども、これルーレットがあって、そのルーレットで当たった1人しか食べられません、うん、そう簡単にはいかない、やっぱり。だからただのご褒美企画ではないっていうね。ないということだけ言わせてください。食べれない可能性もある、はい、もちろん一回も食べずに神楽坂散歩して終わるメンバーもいるかもしれない。これはみんななんとなく予想ついてたから、うん、あんまり喜んでなかった。まっすぐは楽しめないだろうっていうそんなことだろうなみたいな。はい、それともう一個ありまして、スタッフさんからそれぞれのチームに NG ワードが一個ずつ提示されます。で、その NG ワードをたくさん言ったチームが負けで、勝った方には最後に全員ちゃんと漏れなくご褒美をもらえるという。僕と柿本さんがそれぞれチームじゃない方のチームに行って一緒に待ちぶらします。うん、だからチーム決めたその逆チームと一緒に待ちぶらするんですけど、僕と柿本さんがみんなに仕掛けますから。なるほど、ね、NG ワードを言うように。お邪魔虫だ。お邪魔虫です。なるほど、ね、僕らは僕らでそのチームのために頑張りますから。うん、僕と柿本さんも言わせた数多い方が勝ちになるんですよね。そこもそうだ。だから僕と柿本さんの勝負でもあります。皆さんここまでついてこれてますでしょうか。一応ルール複雑ですけど、はい、そうだね、伊予さんどこですかって聞いたら、伊予さんはないですか。え、ない言ってましたので、相当だから好きなもの食べていいから、うん、神楽坂って結構ピンキリやからね。いや、すごいと思うよ。朝ごはん食べてない。ああ、これは言ってたね。いいんじゃない。これはいいことになるよ、これ。こういうメンバーが食べれないで終わってほしいのよ。はい、ということで、それでは早速参りましょうか。グッド、グッド、グッド、グッド。あ、あ、お、あ、でもね、あ、いいのか、これでいいのか。あ、まず、ここ、ここがチーム。なによ。なんだよ。何ということで、僕らそれぞれがメンバーに言わせる NG ワードをちょっと選んでいただきます。森井から1個。あ、それ言った。これだね、ちょっと本当に。じゃあ俺は、まあ、こういうことするかな。なるほどね、うん、はい、ごめん、え、本当ごめん、ちょっと勝ちました。あ、まあ、これは、まあ、引き出しやすさ20万。僕のやつ、これ何もせんでいいよ。いや違う、悪いけどこれをこれで使ってるから、みんな今。あ、もうそういうこと。そうそうそう。早速行きましょうか。はい、まあ、どう、ちなみにこのご褒美企画。嬉しい。あ、本当。あ、やっぱそうやな。え、怖いわ。あー、そうかそうかそうか。意識するよな。もしかしたら今のやばい。いやいやいや、まあまあまあ。嬉しいかもしれない。やばいやばい。なんかさ、どう、何食べたいとかあんの？甘いもんとかさ。両方食べたい。甘いものも食べたい。一通り。そう、見たから。骨星はついてる。ちらっと神楽坂調べたらあれは出てきた。じゃあちょっと行っておきますか。ちょっと見てみる。名物だしね。ペコちゃん焼きじゃなくてソフトクリームに。目がいってる。いや、焼いてるのすごい。じゃあもう早速ここでいいじゃないですか。行く？行っちゃうかな。え、一人しか食べない。あ、そうだよ、そうだよ。食べますよ。行きましょうか。食べよう。じゃあ一発目ここ行きましょう。あ、怖い怖い。何色が自分かも。あー！見た！やったイエーイ。ちゃんといわゆるいいメンバー。じゃあミカ食べよう、これ。めっちゃいい匂いする。すごいいい匂いする。あ、焼けたんじゃない？焼けたんじゃないかしら。何それ。お腹すいた。何それ。食べていいんですか。み
ありがとう、ルーレット当たって最高。最高。最高。いいなぁ。これあげるよ。え？ゴミ。全然いらないんだから。ゴミかかりな。出します。え、怖い。あ、ペコちゃんだ。ペコちゃんだ。ミカペコや。ミカペコ。ゴミはあるか。ありがとう。いただきます。どんなチームや。ゴミを私に出ます。うわ、おいしそう。たどり着いた。え、おいしそう。あ、まだ。どう、生地は。サクサクしてる。サクサク。あ、サクサクなんだ。おいしそう。むずい、食べるの。やばい。もう、欲してる口が。変な食べ方してる。え、どうしたのか。両サイドから。食べるタイプ。あ、いた。あ、どう。うん。うん。どう。はちみつバターだ。はちみつ。おいしい。いいな。日本で唯一ですよ。やったー。ありがとうございます。最初はミカでした。お腹すいたよ。もう今のでもっと…え、待って。悪いよ、ほら。何やこいつ。同じチームだ。何やこいつ。誰か分からへんくなっちゃう。じゃあ次行きましょうか。はい。次こそ。次こそ。次こそ食べるぞ。この店舗だったら全員食えない可能性ある。やだやだ。ウナはしょっぱいもん食べたいって言ってたけど、ミカの狙いはフルーツサンド。え、フルーツサンド。あ、そんなにあった。あ、そうなの。ちょっとこの、ちょっと入ったとことかも、にらみ聞かせといた方がいいと思うよ。もちろん見てます。うん、隠れた名店多分あるぜ、ああいうとこに。よっしゃ、あ、なんかちょっと見つけたみたい。なんか行きたいのあった。お、さっきにらんでたやつ。マヨがさっきにらみつけてた。あ、大学芋。いいんじゃん。大学芋。どうぞ、行く。ぜひ行きましょう。あ、じゃあこれみんな OK ね。じゃあこれで、はい、はい、じゃあルーレットやりましょう。スタート。こういうことが起こりうるんですよ。なんなんこいつ。なんなん。じゃあミカおめでとう。大学院も買ってこよう。じゃあミカ買っておいで。まあ、好きなのでもいいんじゃないですか。ロケしてるね。ちゃんと反応してる。ありがとうございます。じゃあそっち行きます。今回購入したものは、はい、紹介してくれるんですか。あ、元祖蜜だまり大学芋です。はい。さあ、ミカ2連続。いただきます。じゃあ食べてください。美味しそう。わ、これは美味しいよ、絶対。蜜が詰まってる。うん。カメラに見せて。うわー、これはうまい。これはうまい。いただきます。マジか。うわ、逃がさないよね、蜜を。くまきます、くまきます。おいしそう。この品種使ってるのはそこだけだし。うまい。手作りはここだけ。おいしい。お、よかった。1個だけって言ってたけど、2個いっちゃうじゃん。いかない。1個だけに。じゃあこれ後で美味しく食べてください。家に持って帰ってもいいからね。はい。バイルーレットを変えてもらった。うん、確かに。で、3回目が出たら。次さ、ウナをウナか眉を押せばいいや。あ、そうだね。それで当たんなかったらショックでかい。いや、できんかい。いや、やります。本当ないな、それだったら。私がやります。あ、本当？で、次ちょっとそれでやってみましょうか。やってみましょう。はい、じゃあ行きましょう。おめでとう。さあ、まだまだあるよ、だって。肉まんだ。グラザーか50番。え、おいしそう。あ、いたいた。追いついた。あ、ね、お寿司さんない。クミカマジで寿司食ってるやん。え、おいしそう。絶対おいしいわね。寿司食えたら嬉しい。あ、おいしそう。あ、おいしそうじゃない。え、どんどん食べたい。じゃあ早速ルーレットしたいです。じゃあウナルーレットどうぞ。いきます、うん、みんな行くよ、はい、ここですか。あ、増えてる。なんか細かくなった。なんかすごい。なるほどね。なんでこんなに。ミカは当たらないよ。なんでやだよ。すごいな。これはでもしょうがない。ちゃんと細かく分けてくれて、しかもウナが引いたのにミカだから。3回ともミカが進んで食べたいって言って。そうだよ。一番食べたいのに食べてない。じゃあミカどうぞ。タカで好きなのに。あ、ドライフィールだ。神楽坂まんじゅうとかいっぱいありますよ。大美味しいよ、どら焼き。あ、帰ってきた。早い。あれ、何したのこれ。ただいま
ってことで、ミカ、はい、3回連続、どうよ、マジで。え、なんかごめんねって感じ。どんどん仲悪くなってる。そうやな。ちょっとこれさ、かしこまりました。ありがとう。仰せのままに。おいしそうだね。ずんだ食べたことない。え、美味しいよね。うわこれうまいよ。サンドしてあるの全然ないですよ、うん、そうね。すごい、すごい。うわ落とさないでよ。うわうわ、おいしそう。いっちゃいましょう。いただきます。はい。うわ、うん、うまい。うわこんなに近くにあるのに。ミカが食うとこをただ見る今。こんなに近いのにこんな遠いことないです。ミカ界ですよ、こっちは。めっちゃめちゃリアルな枝豆の味がする。あ、嘘。いいな。甘くて。美味しい。美味しそう。もちもちしてる。あ、いいね。でももう私は次の狙いを決めてるから。これはもう3人狙ってますからね。そう。じゃあそこ行きましょうか。ちょっと中に入っていくのかな、これは。あ、マリトッツォもあるよ。マリトッツォってお湯入れたプッシュクリームやもん。はい、じゃあこれでいいですか。いや、もうここに。じゃあルーレット、次マユやったら、じゃあ。怖い。物欲をなくそう。はい。何もいらない。私はいらない。何もいらない。ないもうやだ。もうやだ。怖い。怖いよ。お願い。あ、増えてる増えてるまた。おお。おめでとう。おめでとう。優しいな。何これ。シェクリーム一つください。はい。はい、ニヤニヤが止まらない。見てください、これ。うわ、美味しそう。ついさっきクリーム入れてくれたんやろ。そうですね、もう溢れんばかりのクリームをいいなぁ。いただきたいと思います。はい、いただいてください。舌を上にして食う人。え、クリームが落ちない。シュークリームはプロなんです。そうなの。すごい、そうなんだ。うわ、すごい。どう、あの、カスタードが、うん、カスタードすぎてプリンの味がします。めちゃくちゃいい表現。何それ。え、マジマジ。超うまそう。あの 生のプリンの味。マジでプリンが溶けたみたいな。止まんないじゃん、もう。いいや、喋んのやめて食って。滑らかプリンみたいな。美味しいじゃん、それ。めっちゃ美味しい。最高。遠慮してたら本当に食べれないまま終わっちゃうから。もう食べたいと思ったら言った方がいいよ。じゃあちょっとどっかず。あ、入った入った入った。うわ、めっちゃ美味しそうやな。はい。なんかいっぱい細かいんだよな、すごい。どんどん美味しくなってる。まだ酒井さんも食べてる。俺が行く、これ、ほんとみんな許して、マジでわざとじゃないんで、これ、ね、めっちゃもう目がもうなくなるぐらい笑ってる。ありがとう。やばい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 。あんまごめん、時間取らせてたくない感じ。すぐ行くわ。うわ見たことない喜び方してる。うわいいえ、これ、時間取らせてくないからもう。このままね、このままが死んだ。大人って汚い。うわごめん、ほんとに。美味しそう。ミックスした。え、これイチジク。イチジク。ねえ、俺。え、もう早く食べていいですか。ごめんごめん。もう早く食べてください。じゃあ早く食べようか。それじゃあいただきます。こっち見てた方がいいかな。みんなに見せてる。あ、美味しそう。もう早く食べやん。じゃあいきますよ。うわー、美味しそう。ねえ、バチやん。死んだ、バチって俺悪いことしてねえやろ。あ、めっちゃうまい。え、こんなうまいフルーツサンドどれ。食欲は頭入ってきてない。初めて食べた。え、食べたことなかったんですね、うん、またやりそう。みんなほんとごめん。うわー、うまい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 。毎回一口の味全然変わるわ。フルーツが変わるからね。なぜなら。なぜなら。なんやろ、食べたい。美味しそう。じゃあ、次行きましょう。さあ、食べれてないのが、マユだけになる。ね、諦めたよ。一回セブンとかでやってるわ。いや、違う。おにぎりとか食べてる。もうね、腹ごしら。え、
さあ、ミカ、イチジクが一番好きですね。そうなんです、この人をなんか選べるアイスの中でイチジクのやつ食べてます。確かに、食べてます。今日さ、三つ食えてるわけやん。確かに。で、どっちがいい？フルーツサンド1個と3つ。フルーツサンド。あー即答。かなりたくさんあるよ。かなりたくさん食べたい。行く？あ、オッケーオッケー。じゃあ、やりましょう。シュートッツもある。おいしそう。あ、フルーツサンドは、ここで番組できるよ。はい、やりたいです。はい、やります。やりたいです。ぽい。ぽい。これ、こんな分かれてたら。なんか、さっきより細かく見えた。ああ待って、今までで一番3つ食ってんのにまだ喜べる。一番バーで。おい、そこが知れねえぞ。この子は。やったじゃあ、ミカ、好きなの選んで。なんかご飯屋さんじゃないものばっかり書いてある。へえ。一番嬉しそう。嬉しい。嬉しい。いいね。いちごぐるぐる巻きです。あ、冷剤つけてもらった。いちごのサンドしてあるマリトッツォ買いました。あれ？嬉しい。もうミカは三ついってるのでもう食べられません。四つ目。いいな。じゃあ次行きましょうか。じゃあゆっくり食べてください。せんべいアイス。すごい。じゃあお肉屋さんの揚げも美味しいからね。美味しいよ。回します。タラン。おお、やっぱり。うわ、やった。あれ、意外とそんなに見えなかった、見えなかった。やった。じゃあ、まゆ選びな。絶対うまいよな。地元とか小さい頃食べてたんですけど、うん、そうそう、もう忘れられない。コロッケとか大好き。でっかいチキンカツとか、カニクリームコロッケ。これちゃんとむちゃくちゃ本当にうまそうだ。これ普通に美味しそう。あ、コロッケにした。コロッケにした。お、いいね。お、買った。じゃあ食べましょう。マユ、初。初。イエーイ。よかったね。やっと美味しそう。初ご飯。うん、美味しそう。よかったよかった。出てこない。はい。あ、コロッケにしました。よかった。いいな、食べたかったやつや。どうですか、コロッケ。まだ食べてないです。そうか、コロッケゲットしてよ。確かに。うん、嬉しい。初、ね、やっと食べた。うん、もういただきます。はい。もうコロッケの味する。味する。うん、うん、どう、美味しい。うん、うん、うん。なんて言ってんのか、イントネーションだけで分かりました。めっちゃいい匂いする。え、めっちゃいい匂いする。すげえ。うわー、いいなー。うわー、めっちゃいい。なんかアンパンマンポテトの匂いする。え、おい、え、美味しい。うまい。もう目閉じちゃって寝るんやない、もうコロッケの夢見て。お腹いっぱいだから。無理や無理や言うと。うまい。おいしい。おいしいよな。噛みしめてめちゃめちゃおいしい。じゃあ次行きましょう。スパチックやべえ。スパチック絶対うまそうだな。あ、おいしそう。あれ、あ、何の違って。何これ、あ、年間売り上げナンバーワンだって。何よ、え、かわいい。え、笑いの人おいしそう。行っとく。もう片っ端から行っときゃいいんだよ。もういっぱい行っとこう。じゃあもう行こう。じゃあ行きましょう。行きまーす。まだ当たってないですからね。あ、おー、うな、すごい。未来予知みたいになった今。何食べよう。じゃあ行ってきます。5回ぐらい言わせました。やっぱ自分から言ってくれますね。今こうっす。やっぱ自分で勝手に言います。振らなくても。逆にこれの振り方むずいっすね。どう以外ないっすよ。なんかもっと俺が下手なのか。ただ病気になって。ああ、戻ってきた。あ、すごい。私はですね、看板にもあった鮎の天ぷらの中と、と、うん、え、と、出た。2個行きやがった。わー、うわ、めっちゃ
なんか和菓子めっちゃ嬉しいと思ってどういうこと買っちゃいました。お供え物じゃないもう。え、でも一個一個手作りなんですよ。これはもう持って帰る。あ、持って帰るんだ。あ、これはちょっと食べてみようか。はい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 、じゃあそれ食べてください。尻尾、尻尾から出てきた。あ、かわいい。え、かわいい。え、顔リアル。本当だ、すごいな、これ。色かわいい。いただきます。はい、ってください。お、結構いったね。躊躇なく。うまい、うまいまで早っ。すごい早いね。うまい認定めっちゃ早かったな。本当に味わった。おいしい。なんかなんかあ、でもなんか味噌みたいになってるもんな。でもモナカの味でちゃんと。ちゃんとするんや。あんこも美味しい。うん。あ、最高じゃん。めっちゃモナカ好きなんですよ。あ、じゃあもう一番いいやん。これやばい。で、帰ったらね、あの三口だ。桃みたいな、花みたいなのもあって。三口じゃがりこやん。最後いただきます。はい。はいや。お、時間をかけない。ごちそうさまでした。よいしょ。次行きましょうか、じゃあ。うんうん。あ、止まった。止まった。シュークリーム超美味しそう。美味しそう。さっきのシュークリームとはちょっと違う感じやもんね。あ、待って、早っ早っ。え、かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。なんかね、こっち行きますか。あ、でも持ち帰ろうかな。中だけ、中身だけ。あ、わっ、美味しそう。わっ、何これ。2種類入ってる。そう、何が入ってるんだろう。あ、カスタードと生クリーム。すごい。これはじゃあ、前はお家で。はい、いただく。お持ち帰りします。はい、ありがとうございます。やだ、めっちゃ美味しい。冷やし焼き芋。え、美味しそう。いちごシャーベット。絶対美味しい。もう行く？行きます。ポチッポチッ。ちょっとさっぱりしたいよね。うん。どうだ、こんなに細かく。あー、やだ。やだ、すごい。みんなちょうど平等に。すごいすごい。仲良しなんだよ ね。なあ、すごいな。仲良しチームなんで。前はどれ？どうしようかな。まあ、じゃあ中見て。いってらっしゃい。もう最初のパートは考えられないぐらい気持ちよく送り出せる。はい。トウモロコシアイスにします。ええ、何それ。それ美味しそう。すげえ。絶対美味しい。え、めっちゃいい調子、とっても。最高。最高。これ。トウモロコシアイスってすごい。え、美味しそう。初めて食べるの。絶対うまいと思う。硬いね。よし。よいしょ。いきます。はい。どうした？うん？あの、びっくりするよな、あの体がそのトウモロコシのアイスっていうのがあんまないから。さっき濃い味食いすぎて分かんないじゃない。そう。熱々のコロッケ。マユ。これは？マユ。マユ？どんな味ですか？トウモロコシの味する？マユ、何何？答えてくれ。マユ、どうした？トウモロコシ何にします？ほんまか？え、なんかするならよかった。不思議な感覚か。細かく切り刻んだトウモロコシをアイスにしたみたいな。あ、甘さもトウモロコシの甘さを生かしてるって感じだな。なんかシャキシャキする。シャキシャキすんの？それ氷じゃん。マユ、待って。どういうこと？マユがめちゃくちゃ下手なのか、あの、このアイスが変わってんのかわかんないすごい。あれ、なんてパンなの。あ、おらっしゃる、おらっしゃる。めっちゃ美味しそう。メレンゲだけで売ってる。食べたい。メレンゲ絶対食べたい。行ってみるか。これはもう行こう。行きましょう。じゃあ、ルーレット。いや、なんでルーレットしなきゃいけないんだよ。行ってきます。はい、行ってきますって言っちゃった。頼む、これマジで。なかなか止まらない。やった。いや、本当に嫌い。なんでなの。やだ。みんなが。なの。やだ。今の味方じゃない。じゃあ酒井さん、俺何にしよっかな。みんな何食べたいっつだっけ。喋りに行ってください。メレンゲにチョコレートかけたやつ。いいな。でもじゃあ、うん。
わ、なにこれ。え、かわいい。わあ、めっちゃかわいい。すごい。メレンゲに。すごい。乙女なんですけど。これ、いただきます。うわ、おいしそう。すごい。あ、うまっ。うん。何味？中見せて。なんかね。甘すぎない。なんやろこれ、初めて食う。ホロホロ、食感がやばい、マジで。メレンゲっていうか、硬いんかと思ったけど、うん、全然、ふわふわ。どういう味？これ分からん、これは食べないと分かんないよ、これ。一人占めしてる。ごちそうさまです。ずるいぞ。ありがとう。これ、ほんと最高。うわぁ、美味しそうじゃん。美味しそう。トリプのこの燻製サンドうまそう。ちょっと待って、やりますか。今みんな平等だもんな。割と平等。なんなら俺がちょっと少ない。いや、もう一回ぐらい俺来たら。おいしい思いはしてるからね。いいとこ行ってる、いいとこ行ってるから。いきまーす。おいしょ。俺これ来る気するんよな、マジで。今俺勢いあるから。絶対来る、絶対来る、絶対サバのやつ来る。サバのやつ。うわー、探してきます。悔しい。これここ当たったはいいけど、野菜が食べれないもので。そうじゃん。そう何したの？あの、シャインマスカットとかあったの。おでも、カツサンドにしました。カツサンド。うわいや、ちょっと待って、こんなカツサンドです。一番悪いことしてる。なんか凍ってないの？うわ、うまそう。うまいか。カレー味です。カレー味？なんか、特製のカレーで。特製のカレー、絶対美味しい。味付けしてるらしい。カツカレーサンドみたいなこと。しょっぱいもの。言ったら、まあ、一番うまいやん。いや、最後にちゃんとご飯食べれるのが一番幸せ。一番ずるいよ。これはイタリアン。これいいんじゃない？ルーレットですか？ルーレットで許可取り誰がいい？これは食べれる人じゃなくて聞きに行く人なんで。聞きに行く人で。青。ああ。危なかった。危なかった。ギリウナです。じゃあウナお願いします。危なかった。手ぐらいまでに終わるのかな、大丈夫。あ、全然全然大丈夫。じゃあ。おお。すごい。中でルーレットやります。すいません、ありがとうございます。あー、やだ、なんで。地獄すぎる。じゃあ最後、地獄どれか。それをちょっとルーレットで決めましょう。じゃあパスタはミカ、サラダわかめば。いきますね。はい。
どういう味なんだ。本当に食ったことない味。これ本当すごいですね。あれ食べて、あのしっかり食レポしてくれたから、もう一回。じゃあ、初めて作って、はい、用意する。なんか、あ、うまっ。本当に食ったことないやつ。2回目なのこれ、ガチで分かんない。うますぎる、ただでもガチで1位っす、サラダ史上。はい、真ん中にじゃあ、小さくいただきます。ありがとうございます。アサリの旨味がたっぷり入っております。これはやばい、はい。ありがとうございます。わお、すごい。最後の食べたい。いや、すごい。あのニンニクとアサリの匂いがすごい。いただきます。お上品なこと。すごい、こっちまで見えた。何で言うの？違う、熱かった、熱かった。おいしそう。いい匂い。うん、はい、みたいな。おいしい。おいしい。これ本当に本当に食いたい。ちょっと待って、助けてくれ。美味しすぎる。うまい。ありがとうございます。本当に。今日はじゃあとりあえず満足かな、食べる気は、うん、ちょっと最初に戻りましょうか。はい、はい、これ甘酒ってさ、そう、飲む点滴って言われてるぐらい辛いわけ。まあ甘酒飲めないよ。あ、そうなんだ。じゃあ次行こう。めっちゃ美味しい。あれ、ゆいさん、ゆいさん、それはイエローカードですよ。お肉美味しいのあるから。コストポコンじゃないの。でも今事件が起こりまして。